そのタコどうしたんだぜ、霊夢。マリサ、来てたのね。やってみよう、と思うのよ。一体何の話なんだぜ。いやね、マリサ。この前、ヨウツベで面白い動画を見つけたのよ。それがどうしたんだぜ。この面白い動画がタコに繋がるのよ。一体何の動画を見たんだぜ。これよ。あ、ちょっと前の霊夢の CM じゃないか。この CM 好きなのよ。元気になるじゃない。確かにそうだな。笑顔が印象的な良い CM だと思うぜ。でしょ、こういうの見ると、何かやってみたくなるわよね。はい、ここでストップ。どうしたんだぜ。なぜここで、止めるんだぜ。まさか、霊夢が言ってるやってみようって。マリサ、やってみようと思うわ。やってみよう。人間タコ揚げをね。おいやめろ。大体なんで、そんな奇怪な発想に至ったんだ霊夢。奇怪な発想とは失礼ね。純粋無垢な発想と言ってほしいわ。大体霊夢、お前、空を飛ぶ程度の能力、があるだろう。なんでわざわざ人間タコ揚げなんてしようと思ったんだぜ。いい質問ね、マリエモン。マリエモン。もちろん、理由があるわ。ほう、それこそ、壮大かつ繊細で、美しい理由だね。え、なんて。BGM スタート、せっかくだから背景も変えるわよ。ポチッと。え、舞台セットって変えられるの。変わっちゃったよ。細かいことにうるさいマリエモンね。原稿はどこかしら。あったわ。5本空、皆様が地球の外で見上げれば必ずそこには空があります。完成な、田舎でも、喧騒の中にある、都会でも、場所は違えど、皆同じ空が広がっているのです。その話長いのか。静かに。では、あなたが最後に空を見上げたのはいつですか。ごく最近という人は、少数ではないでしょうか。今の私たちは、スマートフォンやテレビ、ディスプレイを見ることがあっても、身近な空をゆっくり眺める時間は少ないのではないでしょうか。子供の頃、無限に広がる空に、憧れを抱いた人は多いはずです。私もその一人でした。鳥のように自由に空を飛んでみたいと。しかし、大人になり、都会の喧騒に飲まれているうちに、目の前の画面を見るのが精一杯になってしまい、いつの間にか、空、に思いを馳せるのを忘れてしまったのです。このプロジェクトは、そんな過去の自分に、空を愛していたその時の自分に捧げる、懺悔なのです。自由に空を飛びたい。その夢を、叶えるため、私は、空を飛ぼうと思います。タコで、皆様の声援やご支援をお待ちしております。いや、待て、勝手にクラウドファンディングを始めるんじゃないぜ。それっぽいポスターまで作って。え、ダメなの？ダメに決まってるだろうが。そんな、地獄までの片道切符みたいなプロジェクト、承認できるか。大丈夫よ、クラファンの Q&A にこう書いてあるわ。え、クラファンのページあるの？タコで空中散歩をするとのことですが、安全性は保証されているのでしょうか。もっともな質問だぜ。ご安心ください。パイロットは特殊な訓練を受けており、緊急時タコがなくとも飛行することが可能です。万が一に事故が起きても、墜落することはありません。タコいらないじゃん。違うのよマリサ、何が違うんだぜ。空を飛ぶロマン、私はそれを感じてみたいのよ。どういうことだぜ。私たちって簡単に空を飛ぶことができるじゃない？確かにな。でも、普通の人間にとって空を飛ぶって簡単なことじゃないのよ。なるほど。だから私は、空を飛ぶ大変さってやつを感じてみたいと思ったのよ。たまに白狼してみようということだな。そういうことよ。未知なるものに挑戦するとは、良い心がけだぜ。マリサも分かってくれたのね。私も協力しようと思うぜ。ありがとうマリサ。マリサがいれば100人力よ。じゃあ霊夢。早速だが、何よ、人間タコが実際に作れるかを、計算で、求めようじゃないか。いやだー。ということで、馴染みの背景、馴染みの BGM に戻ってきたぜ。戻されちゃった。今回のテーマはこれだ。人間がタコで空を飛ぶことができるのか、を考察していくぜ。マリサ先生、なんだぜ。数字出てくる？出てくるぜ。計算する？するぜ。ベクトルとか外積とか出てくるぜ。いやだー。どうしたんだぜ霊夢。私は数字恐怖症なのよ。計算式とか見た瞬間に悪感がする体質なのよ。霊夢、気持ちはわかるが、このプロジェクトが実現可能かどうか、数字で求めて証明することは、研究者にとってすごく大事なことなんだ。どういうこと？そのままの意味だぜ。私たち研究者は、実現したい理想を常に追い求める生き物だ。夢と言い換えてもいい、自分の夢を実現するために日夜研究を続けているんだ。しかし、どんなに有能な研究者でも、必ず2つの問題にぶつかるぜ。それは、時間と金だ。なんか、生々しい話ね。まあ、ゴリラの受け売りなんだがな。ここで言う時間は時代と言い換えても良いぜ。よくわからないわ。歴史上に存在するんだ。生まれるのが早すぎたゆえに評価されなかったり、技術が追いつかなかったゆえに十分な研究ができなかった研究者が、彼らは、時間に恵まれなかったため十分な成果を得られなかったんだぜ。ただ、この時間については努力でどうにかできる、範疇を超えているんだぜ。こればっかりは運だな。だが、もう一つのお金については違うぜ。お金という、あらゆるものに変換可能な資源は、研究者の努力次第で、正にも無限にもなるんだ。お金は努力次第でいられるのね。私お金大好き。私頑張る。ちょろいぜ。何か言ったマリサ、気のせいだぜ。
このお金を獲得する上で、重要な武器になるのが計算なんだぜ。今回の場合、プロジェクトの活動資金を得るのに、プロジェクトの実現性を示すことが大事なんだ。このプロジェクトの実現性、それを卓上で求めることができるのが、計算、なんだぜ。なるほどね。投資家から投資を得るためには、タコで人は飛べる、と計算で証明すればいいのね。証明することで、投資資金がガッポガッポと手に入ると、素晴らしいな、計算。まあ、重要な交渉材料の一つにはなるぜ。逆にこれを成立させないと、資金を得るのは難しいぜ。わかったわ、マリサ。すぐに、実現可能性について話し合おうじゃないの。やる気になってくれたか。何を言っているの、私は元からやる気よ。その意気だぜ。では、タコで人は飛べるか、を考察していこうと思うぜ。お願いするわ。まず、考察するにあたって参考にした論文を紹介しておくぜ。今回、参考にさせていただいた論文はこれだ。この論文は、タコ揚げをゲームとして楽しむために、物理エンジンにてタコを表現できないか、を考察している論文だぜ。タコ揚げするゲームって新しいわね。喧嘩だことかゲーム化したら面白そうだぜ。さあ、論文紹介が済んだところで、今回、飛行させるホモサピエンスの条件を設定するぜ。この条件をもとに計算を行うぜ。飛ぶのは、霊夢なんだろう。そうよ、私が飛ぶわ。では霊夢、体重は何キロだ。乙女に体重を聞くなんて失礼ね。あ、私は幻想郷の巫女。面倒くさいぜ。いわばアイドルなのよ。とりあえず、24歳女性の平均体重、50キログラムとしておくぜ。体重を教えることなんて、あれ、いつの間に体重決まってるわ。私、こんなに重くないわ。霊夢が言わないからだぜ。今回はこの体重で計算するぜ。ぐすん。さて、パイロットの体重が確定したところで、次は、タコの飛行原理について説明するぜ。お願いするわ。ここにタコがあるぜ。割り箸か何か。わかりづらかったな。この図は、タコを横から見た時の図なんだぜ。模式図ってやつね。ということでこの板がタコだ。まな板がタコなのね。説明を続けるぜ。タコの前方から風が吹いてくるとするぜ。なるほど、風上に向かってタコを飛ばしている状態なのね。その通りだぜ。この風がタコに当たるとどうなるんだぜ霊夢。そうね、風に流されて右に飛んでいくんじゃないかしら。なるほど、そうきたか。ではタコは紐で引っ張られていて風に流されないこととするぜ。今回は模式図なので紐は省略するが、あるものだと考えてくれ。わかったわ。そう考えると、風を受けたタコは上と上昇するんじゃないかしら。その通りだぜ。この原理をもう少しかっこよく説明すると、かっこよく、風がタコに当たると2つの力が発生するぜ。1つ目の力は抗力、2つ目の力は揚力だ。なんか馴染みのない言葉ね。そうだな、抗力も揚力も流体を語る上では不可欠な単語なんだ。まず抗力から簡単に説明するぜ。抗力とは、流体中を運動する物体が運動を妨げる方向で流体から受ける力を指すぜ。え、なんて、もう少し噛み砕くぜ。抗力とは抵抗力のことだぜ。何に抵抗するのよマリサ。いい質問だぜ。今回の場合、抵抗しているのはタコで、抵抗する相手は風だぜ。どういうこと？霊夢、風は図上でどこからどこに流れている？そんなもの見ればわかるわ。左から右よ。そうだな。だがこの図の場合、風の進行方向にはタコがあるんだ。風がタコにぶつかるとタコはどうなる？風に押されるに決まってるじゃない？そうだな。ここまで説明したら、抗力の定義に戻ろう。抗力は、流体中を運動する物体が、運動を妨げる方向で、流体から受ける力、と言ったな。そうね、ここで言う、流体とは空気や風のことで、運動する物体とはタコのことだぜ。この内容で、定義の部分を置き換えてみるぜ。ポン、定義の部分が変わったわ。この場合、抗力とは、風の中をタコが運動を妨げる方向で、風から受ける力と置き換えられるんだぜ。なるほどね。でも運動を妨げるって、タコって運動してたのかしら？してないぜ。え、頭上のタコはどこの方向にも運動していなかった。だから、風がタコに与える抗力は、風の進行方向である右側になるんだぜ。なるほどね。タコが、風の進行方向の抗力を受けるのは分かったけど、これだとタコが上昇できないじゃない？その通りだぜ。抗力だけでは、上昇はしない。そこで出てくるのがもう一つの力、揚力だぜ。揚力は、流れの方向に垂直な力のことだぜ。流れっていうのは風のことね。その通りだぜ。タコのような板状のものが、流れの中に存在する場合、タコが、風に対して直角の場合は、抗力のみが発生し、揚力が発生しないが、今回のように、タコが流れに対して傾斜している場合、話は変わってくるぜ。流れに対して垂直の力、揚力が発生するんだぜ。この揚力がタコを上昇させるのね。その通りだぜ。タコは、この、揚力、と、抗力、の二つの力の合力を受けるぜ。この合力が、本来タコが受ける力の方向だ。しかし、タコには地面に固定された紐がある。この紐のおかげで、タコは風に流されることなく飛行できるんだぜ。なるほど、つまりは紐が抗力と揚力を抑えているのね。その通りだぜ霊夢。これがタコが飛行する原理だぜ。飛行原理を説明したところで、早速計算していくぜ。待ってました。お金を生むため、現金なやつだぜ。まずは揚力の計算から、ポン。おえと、どうしたんだぜ。だ大丈夫よ。数学の呪いよ。めまい吐き気だから、第一層ぐらいね。一体何のことなんだぜ。続けて。続けるぜ。この式で言う L とは揚力のことだぜ。CL とは揚力係数。ρ は、空気密度。S はタコの投影面積。U は気流とタコの相対速度だ。N はタコの放線ベクトルだぜ。なるほどわかったわ。わかっていないだろ。わからないことがわかったのよ、マリサ。ソクラテスかお前は、とりあえず、一つずつ説明しながら代入するぜ。揚力係数は、タコの向かい角。
そして、タコの高さと幅のアスペクト比によって変化するぜ。アスペクト比については、論文に示されている数値を、用いることにするぜ。無改革については、一度ごとに計算して一番ベストなやつを使うこととするぜ。一番容力が大きい無改革を使うわけね。そういうことだぜ。次に空気密度について説明するぜ。空気密度は定数なので、今回は20度で実験するので 1.512 を用いるぜ。次は、投影面積 S を説明するぜ。投影面積、三角形の面積かしら。投影面積だ。投影面積は、今回の場合、風から見たタコの面積だ。どういうこと？タコを正面から見ると四角く見えるだろ。当たり前じゃない、四角円だから。そうだな。で、は、傾くとどうなる？そうね。面積が小さく見えるわね。そうだな。このタコを正面から見た時の面積、それが、投影面積なんだぜ。なるほど。つまりは投影面積はタコの無改革によって変わるのね。その通りだぜ。投影面積を求める式は、タコの幅かける、カッコ、タコの高さかけるサインシータ、カッコ閉じだ。シータは無改革のことね。その通りだぜ、霊夢。次に、U に関して説明するぜ。U は風とタコとの相対速度だぜ。今回、タコはほぼ静止しているので、風の風速を代入すればよいぜ。風の速さを入れればいいわけね。その通りだぜ。最後に、N、つまりはタコの放線ベクトルだぜ。タコの放線ベクトルとは、タコに対して垂直なベクトルで、タコを3次元空間で考えると、X は、サインシータ、Y は、移動しないので0、Z は、コサインシータと求まるぜ。ここまでは三角関数で求められるのね。そうだぜ。出てくる関数の説明が終わったところで、早速計算ね。その前に、さっきの結果を踏まえて式変形するぜ。変形した結果がこれだぜ。これで代入すれば解ける形になったのね。その通りだぜ。ということは、あとは、関数電卓で計算すれば、Google スプレッドシートで計算していくぜ。まず、CL を求めるのに必要な論文上のグラフを、CSV 化するぜ。これって画像じゃない？このグラフから数値を求めることなんて、できるぜ。WebPilot デジタイザというツールを使って、画像のグラフを CSV 化するぜ。できたぜ。完成度高いわね。このデータを元に、角度ごとに計算してくれるツールを作るぜ。努力するベクトルが間違っている気もするわ。気のせいだぜ。できたぜ。必要データを入力するだけで、容力を求めてくれるシートだぜ。マリサって、こういうの作るの好きよね。嫌いじゃないぜ。とりあえずそれっぽいデータを入力してみるぜ。タコの大きさはどうするぜ、霊夢。大きい方が容力が発生するのよね。そうだな。とりあえず、5メーターぐらいでいいんじゃないかしら。アバウトだな。比べてみると結構大きいわね。ビル2階建て分ぐらいの大きさだからな。小さくはないと思うぜ。立派なタコじゃない？残りの条件を設定するぜ。気温は25度、無改革は容力が一番発生する45度で固定とするぜ。風速は 3.3 メーターパーセックにするぜ。この風速に理由はあるの？もちろんあるぜ。 3.3 メーターパーセックは4月の時の東京の平均風速なんだぜ。とりあえずそれっぽい値を入れたわけね。そうとも言えるぜ。まあいいわ。これで私が大空へ飛び立てるんだから。さあ、私を飛ばしてちょうだい、マリサ。いいぜ、行くぞ、霊夢。よろしく頼むわ。レッツテイクオフ。やった、浮いた、浮いたわ。あれ、これ私浮いてなくない？すまない、霊夢。この条件で上昇させられるのは、スイカ1個が限界だったぜ。あーん。戻ってこい、霊夢。やはり無理だったか。わかっているなら先に言ってよ、マリサ。悪い悪い。でも霊夢、この条件だと、5kg のスイカを浮かせるのが精一杯だぜ。そうなの？ならマリサ、マリサの作った計算プログラムで、私が飛行できるタコを設計してよ。そうきたか。私が飛行できるタコを作ってよ。わかったぜ、霊夢。霊夢が飛び立てるぐらいの揚力を発生させるタコを設計するぜ。お願いするわ、マリサ。計算終了したぜ。やったわ。これだ。あれ、マリサ、私しか映ってないじゃない。タコはどこに行ったのよ。何を言っているんだ、霊夢。ちゃんと映ってるじゃないか。ここに、もしかして、気づいたか。これが、霊夢を飛ばすことができるタコだ。全長15メートル、全幅 10.2 メートル、理想無改革は45度、風速 3.3 メーターパーセックでは、無改革36度以上なら50キロの貨物を積載可能だぜ。これが私が設計した人間タコだぜ。なおタコの重さは無視するものとするぜ。ねえマリサ、このタコって現実的に作れるの？作れないぜ。ダメじゃない？考えてもみろ、霊夢。全長15メートルの巨体でやっと、50キロの揚力を稼ぐことができるんだぜ。こんな巨体、作る技術も必要だが、何より、巨体を維持するだけの剛性を持つ。機体重量を合わせたら、飛ぶのがやっとで荷物の積載なんて、できるわけがないんだぜ。ダメじゃない？大体こんな巨大なタコ、タミヤの楽しい工作セットぐらいしか、作ったことのない私たちに作れるはずがないじゃない？正論だぜ。私たちが作れるタコは、5メートルぐらいが限界よ。こんな巨大なタコは、無理よ。わかったわ、マリサ。タコで空を飛ぶのは無理なのね。そうでもないぜ。巨大なタコが作れなかったとしても、別の手があるぜ。そうなの、マリエモン。もう一度式をよく見るんだ。タコの大きさを変えられなくても、相対速度は変えられるぜ。強い風が吹けばより大きな揚力が発生するんだぜ。さすがマリエモン。つまりは、風の強い日に離陸すれば揚力が稼げるんだぜ。これなら小さいタコでも人を飛ばせる可能性があるのね。その通りだぜ。希望が見えたわ。5メートルのタコが私を飛ばすのにどれくらいの風が必要なのよ、マリサ。12メーターパーセック。ダメじゃない、マリサ。
航空機なら離陸を中止している風速よ。お、詳しいな。正しくは、13メートルパーセックだぜ。横風の場合な。そんなことどうでもよいのよ。傘がさせないくらいの強風の日に、手作りのタコで飛べと。なんだって最初は手作りだぜ。この心もとないタコで飛べと申すか。でも、霊夢。何よ。この条件が揃えば、霊夢はタコで大空に飛ぶことができるんだぜ。そうよね。つまり、人間がタコで大空へ飛ぶのは、不可能ではないぜ。つまりはできるってことね。7時間目お疲れ様ね、マリサ。霊夢もだぜ。今回は検証なんて慣れないことをしたわね。慣れてなくてちょっと疲れたぜ。でもこれで数字で遊ぶ面白さを知ってもらえたらと思うぜ。確かに今回は数字をいじってるのがほとんどだったけど、いろいろ想像できて面白かったわ。そう思ってくれたら嬉しいぜ。でも人間タコって実現するの結構難しいのね。忍者なんかが実現してたって聞いたから、もっと簡単にできると思ってたわ。確かにな。でも不可能ではないぜ。5メートルのタコを作って、車で牽引すれば、人を浮かせるのに十分な揚力は稼げるんじゃないかと、考えているぜ。なるほどね、それならできそうね。だから、この動画を見ている勇気と資金力がある諸君、実現待ってるぜ。実現できたら面白そうね。まあ問題は、離陸する方ではなく、着陸する方なんだがな。